そんでそのためには多分最初の頃に喋ってると思うんだけど、はい、しつけの基本、うん、って聞いてません？聞いてます。聞いてますよね。手叩かして褒める。うん、で名前呼んだエコンタクトとかおいでとかプレートトレーニングとか、うん、でやってください。はい、特においで。2番がおいでなんだけど、うん、おいでっつってご褒美あげてハンドフィーリングして褒めると。でこれもお腹空いてる時にはなんと来ないから、うん、食事で何時と何時に食べてます？夜あげてるんですけど、まず夜だよね、寝る前だよね、前にあげてるんですけど、でも1日1回、あ、だから夕方っていうか昼過ぎに1回あげるときと、まあ、でもカリカリあげてるの食べないので、だいたい基本夜になってます。9時ないかな、まあ、9時、まあじゃあ9時としてまあ9時としてましょうか、はい、うん、でまあここで食べればいいんだけど、もし最悪食べんかったらさ、うん、いいですよ、カリカリだけで、はい、カリカリで、そんで食べん、うん、でこのそうすると夜、まあ、8時が9時じゃないですか。その時にいきなりお皿でやらんで、人間があの都合のいい時間に食事にしてもらって、うん、手で、ね、手で食べないから、その小屋に置いといて、離しといて、自分で小屋まで走ってて登って食べるんです、うん、いや そんな感じしかやらなくて、うん、手からどうしても食べなくて、うん、だからお腹すいつかせといて、うん、はい、お腹すかせといて、それでなんとか手から食べさせてあげてください。はい、わかりました。うん、はい、そうそう、お腹空けばさ、食べたいじゃないですか。でもそれよりも怖いが勝っちゃうとさ、そうそう、来ないからさ。そうなんですけど。だからなんとか、怖くないんだよ、手から食べれる、ね、手って怖くないんだよ、手がご褒美、フードもらえるんだよって教えてあげてほしい。はい、わかりました。で、それができるとですね、おいでで食べれるようになったらさ、何回も何回も、何回も何回もやれば結構動けるじゃないですか。はい。それかあの回しグラマーとかは使ってます？使ってるんですけど、最近あんまり遊ばなくて。こんだけ太っちゃうとね、そうしんどいんです、うん、最近使う、一時期何を思ったか夜中に回してたことがあったんです、うん、で大抵夜中ですね、回すの。はい、でも、うん、時々、そう、時々、うん、この気まぐれにやる時もあれば、うん、最近やってない。掘ってます。掘ってます。まあ、掘るのも運動ですけどねだけど、あの、まあ、食事はだってもうこれ以上下げれないからさ、はい、食事の、はい、やっぱり 10g は食べていいんですよ、うん、あの24時間でね。でそれをなるべく手からやって動かして、うん、おいでっつって食べさせる。いいですね、名前呼んでアイコンのとこできたら食べさせる、はい、うん、そういうふうになるべくしてあげてもらいます。はい、わかりました。うん、で結局そうするとプチ断食だよね、これ、うん、これずっと置いてあるぞ、このご飯って。あ、だからカリカリを、お腹すくだろうと思ってカリカリを昼ぐらいに置いとくんですけど、うん、ふやかしたんだとの、あの、これ食事のない時間ってあります？水だけの時間。あ、はい、だから朝から、朝かな、朝から昼過ぎまでは、うん、あ、じゃあこれ、はい、じゃあ反対に言うとこの夜の8時9時から朝までは、朝までは置いてあるんだけど、朝下げちゃって昼にカリカリを入れとくんですよ、うん、なるほど。でカリカリを入れておいても食べないから、この時間にふやかしたのちょっとあげて、食べれたらもう一回この時間にまるっとあげてる。了解です。あの、開けるって言われたから、そういうふうにして、そうそう、開けてください、うん、だから例えば夜の8時にあげたら、うん、10時間朝の6時には下げてほしい、うん、あ、はい、下げてますね。だからこのからここまでが食事を置いとく時間、うんうん、そう、これ以外の時間は水だけにしてください。うん、わかりました。だから朝から、あの、朝の6時から夜の8時までもう昼やらなくて、うんうん、水だけにしてください。はい、夜の8時から、まあ、夜の7時からでもいいんだけど、うん、人間が構ってあげられる時間帯から10時間、これを10時間にしてください、うん、はい、水だけの時間を14時間、うん、そういうふうにしてもらうと、はい、今日でプチ断食なんですよ、うん、そうするとプチ断食にして、要は12時間以上ご飯食べてないと断食効果が得られる、うん、あ、ごめんなさい、14時間、うん、あ、12時間から14時間、うん、そう、12時間超えてないと何断食効果が得られると、体が飢餓状態になるから、うん、血の巡りが良くなるんです、うん、血の巡りが良くなると体脂肪が燃えやすい、内臓の機能が高まる、頭良くなる、うん、血流が良くなってね、皮膚ドライスキンだけど、皮膚への血液循環が良くなって、こういう付近も少なくなるから、うん、ぜひともプチ断食、はい、伝ってください。わかりました。